気だな。いい天気だけど。夏も暑くなけりゃ過ごしやすい季節なんだけどね。そりゃ夏じゃないでしょ。暑いね。そうだね。って、ちょっと千里、あんた女の子なんだからスカートパタパタさせるのはやめなさい。いいじゃん。私のなんて誰も見たいと思わないでしょ。まあそうだけどね。おい、そこはフォローしろっての。はいはい。おい、ちさ、いるか？あ、アキラちゃん、おはよう。ああ、おはよう。グッモーニー、アキラ。朝っぱらから何か用かい？なんか用じゃねえよ。この前貸した俺の英和辞典、まだ返してもらってないぞ。一元のリーダーで使うんだから、とっとと返せ。おっと、じいちゃんすっかり忘れてたよ。ちょっと待ってて。ほら、千里。こういう場合は、借りた方が返しに行くのが礼儀でしょ？いいじゃん。私とアキラの間柄なんだからさ。ほい、これ。誤解を招くような言い方するな！ったく。で、これ、俺のじゃないぞ。ん？あら、ほんと。えらく使い込んでる感じだな。お前のなわけないか。失礼だね。その通りだけど、それは夏美の辞書だよ。え、アキラのはこれだ。おい、受け取りやがれ。受け取れって、あんたなんで同じ英和辞典を2つも借りてるのよ。いやー、アキラの辞書よりも夏美の方が付箋とかマーカーがあって使いやすかったからね。中間試験前の復習ここでやった時に強引に借りちゃったんだ。ちさ、もうお前には辞書貸さねえ。先週から借りっぱなしなの？ん？そうだけど、家にも古い辞書があるから大丈夫って言ってくれたし。そういう問題じゃないでしょ。いくら中間試験が終わった後でも
夏美にはノートとかも借りてるじゃない。あんまり甘えが過ぎるとあの子困っちゃうわよ。だって夏美の英語のノートって先生の補足話とかも書き込んでてすっごく細かいしさ。あ、でも数学はあの子にヘルプしてあげてるんだからプラモイゼロでしょ。そういう問題じゃないでしょ。まったく。ああ、そういえば。夏美はまだだよ。まだ何も聞いてないだろ。はいはい、言わなくてもわかってるっつーの。あんた、教室入るときにあっちこっち目向けてあの子がいないか探しながら来てたくせに、バレバレだよ。そんなことはねえよ。ただ?なんでもない。遅れるって言ってたけど多分もうすぐ来るよ。予定もまだみたいだし、ここで待っていれば。だから俺は。夏美ね、登校前に病院寄ってくるんだって。千里のところの佐伯総合病院だからそんなに時間かからないと思うけど。え、病院ってどこか悪いのか。違う。病院だって言ってもおばあちゃんの定期検査の付き添いだってさ。一人で行ったら迷うかもしれないから途中まで送っていくってね。なんだ、そうなのか。よかったね、アキラくんや。あんたの夏美ちゃんに何事もなくて。関係ないって言っただろ。まあ。でも夏美ってそういうところ本当に優しいよね。アキラちゃんもそう思わない？まあ。この前も横断歩道を渡ろうとしていた見ず知らずのおじいさんの手を引いてあげたりして結構気がつくのよね。将来は介護士を目指すって言ってたけど、まさに転職かも。アルバイト先の介護センターでも評判いいんでしょ？うん。主任の山瀬さんもよく働いて気の回る子だって褒めていたからね。いやー、紹介した私も鼻が高いわ。お前が威張るな。何を言う。私はあの子の保護者だよ。ということは私の手取り足取りの教育の賜物だと誇って当然じゃない。むしろ反面教師だろ。
君吉さんに嫉妬したりしない？あ、なんだい、タマコ。どうかしたの？急に黙り込んじゃって。いや、別に。お。おはよう。うん、噂をすればなんとやら、だね。おはよう、夏。サトちゃん、タマコちゃん、あっと、トドウくんもおはよう。みんなどうしたのかな。やっぱりこの髪変。夏美。愛らしいものはこの世のもの、人の生み出した文化の極み。いや違う、まさに妖精、天使の造形、幻想世界の産物だ。ちさとちゃん、言葉ってなんて不便。これを見て、可愛い、美しい、麗しいという以外の表現が全然見当たらないなんて。この美を表現するには日本語じゃ足りん。英語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、カムチャッカ語、全ての対象単語を並べ立ててもその半分も言い尽くせない。ねえ、それでも一言で言えって言うのなら、私が世界の中心に立って言ってやる。そう、愛している。何を言って。そうだ、そうなのだよ。私は今やっと気がついた。私がこれまでずっと探し求めてきたもの、それは富？それとも名声？いや、そんなくだらないもののために私はこの世知辛い世の中を生きてきたんじゃない。私が欲しかったのは、そう、ただ一つの愛、それが優だ、君吉夏美。
っと。うるさーい。寄るな、触るな、近寄るな。私は決心したぞ。こんな可愛いもの誰にもやらん。まあたとえ日本の国家予算を全部渡すと言われてもノーセンキューでお断りだ。今日ここで私は宣言する。私は女をやめるぞ。な、おい、ちさ。でい、そこをどけ、アキラ。この子はもう私の嫁だ。さあ行くぞ、夏美。同性婚が認められているオランダへ。このバカタレ。なんかこれ。痛いなあ。何するのさ、タマコ。それはこっちのセリフだ。何、公衆の面前でとんでもないこと口走ってるのよ。とんでもないことあるか。私はただ欲求と願望に忠実に行動しただけだ。それのどこが悪い。爪の先から頭のてっぺんまで極悪よ。だったから私そのびっくりしすぎちゃって、その変じゃないかな。全然変どころかすっごく可愛い。どこかのお嬢様かと思っちゃったよ。一言付け加えるなら、私もれっきとしたお嬢様です。はい、パチモンお嬢様。イメージ壊れるから少し黙ってて。どういこら、タマコ。つーか、その手を離せ。素敵、かわいい。もううちにテイクアウトしたいわ。いいわよね、夏美。反論は聞かないわよ。この髪型変かな。いや、その俺は おいおい、アキラ、ひょっとして気に入らないってのか。え、がっかりだね、夏美。アキラは美術で綺麗どころを見すぎて、美人ってどんなものか忘れちゃったみたいだよ。なあ、アキラほどにもなると美しいって感じる水準が高くなるのも仕方ないけどね。そんなことあるか。綺麗だよ。
その俺は東堂くん、その髪型本当に綺麗すぎて、そのびっくりして、なんて言っていいか、だから、ありがとう。シャンプー使ってるの？どうやったらこんなに綺麗になるの？それは。ねえ、アキラ、こいつはやばいよ。何がだよ。周り見てみなよ、男子の目軽くいっちゃってる。争奪戦が近々勃発しそうな勢いだね。争奪戦？そりゃそうだよ。女子がこれだけ騒ぐくらいなんだから、男子なら黙って見てるはずがないじゃないの。それより大丈夫かい、アキラ。あんた、このまま黙って見ててもいいの？どういう意味だよ。そういう意味だよ。夏美って、結構推しが弱いからね。ちょっとかっこいいやつから告白されたら、コロッとオッケーしちゃうかもしれないな。しかも、これで注目度が一気に上昇でしょ？もともと隠れファンが結構いたんだけど、いきなり株価急騰って感じだね。そうなのか？おや？ひょっとしてアキラ、夏美が安全株だと思って余裕ぶっかましてたとか？そんなことない。いや、そもそも俺は、素直になりなよ、アキラ。動くなら今しかないって。これだけは間違いない。もうすぐ授業開始だよ。とっとと自分の教室に戻りんさい。おう、はあ、しゃあないな。いる休みにいい策授けてやるから、またその時においで。は？
千里？ん？何かね、タマさんや。ううん、なんでもない。なんであんなこと頼んじまったんだろう。告白？ちょっと待て、俺そんなつもりは。すごかったよ、休み時間。授業終わると何人かの男子、わからないところがあるとかなんとか言って接点持とうと夏美に話しかけてきたりしてさ、今までこんなこと全然なかったのに。そうなのか？まあ正直夏美は戸惑った感じで応対してたけどね、今後も続いたらあの嫌って言えない性格を勘違いするバカも出てくるかもしれないな。勘違い？自分に好意があるんじゃないかってね。アキラちゃん、このままだと先を越されちゃうよ。それは大丈夫、自信を持ちなって。夏美は間違いなくあんたに好意を持ってるからさ、今のところはね。だから俺はそのさ、私たちだってどうでもいい奴にこんなこと焚きつけたりはしないって。幼馴染のよしみで最大限気を回してやってるの。言っとくけど、これマジだよ。それにアキラちゃん、ずっと前から夏美のこと好きなんでしょ？正直になっちゃいなよ。後から来た誰かにあの子かっさらわれてもいいの？俺かわいかったよな、本当に。こんなに素敵な絵、初めて見た。
すごいな。こんなすごい絵を私と同じ年の人が描けるなんて。これってここの窓から見た外の景色を描いた絵だよね。あ、うん。うまく言えないけど、空の青さと遠くの夕焼けの赤との対比がとても綺麗。実際に目で見るよりもずっと暖かくて優しくて幸せな感じ。まあ、よくわかんないけど、ごめん。違うの。私、絵を見てこんなにジーンとしちゃったの、初めてだったから。私、美術ってよくわからないし、絵も全然下手だから偉そうなこと言えないけど、本当にこの絵、とっても素敵だと思う。だって、こんなに綺麗で優しい夕焼けの空、今までに見たことないから。私、書き打ちに来てよかったな。え？だって、こんなに絵を描く人からも素敵に見える街なら、きっと、住んでいる人も素敵なんだろうなって予感を信じられるから。ううん。予感なんかじゃない。だって、引っ越して間もない私なのに、こんなにも素敵な友達がすぐにできたのが、その証拠だもん。私、引っ越してきた時からこの街が好きになった。でもきっと、これからはもっともっと好きになれると思う。変な言い方だけど、この絵を見ていると、そう信じる勇気が湧いてくるような、そんな気がするの。ありがとう。そんなに気に入ってもらえると、描いてよかったと思えるよ。この色、出すのに苦労したんだ。不気味な赤じゃない。もっと鮮やかで、命の息吹っていうか、希望を見出すような感じにしたくて。それで。へえ、そうなんだ。君吉さん、また新しいのを描いたら、見てもらってもいいかな。いい子だよ、夏美は。
ごめん、呼び出して。ここすぐ分かった。え？うん。もう何回も来てるから。あ、そうだな。ごめん。あのさ、その、君よし。その、なんだ、だから、その、君よし。はい。俺は、君よしのことが、もっと知りたい。え？東堂くん？知りたいんだ。君よしの好きな本とか、好きな映画とか、どんなやつが好きで、その、俺みたいなやつは、どうなのか、とか。あ、俺のこと、例えば好きになってくれるのか、それが知りたくて、俺、君よしのことが、好きだ！ごめん、君よし。俺、その。東堂くん。え？私で、いいの？え？私でいいのかな？東堂くん。君よし。夢じゃないよね。本当に
東道くんが私に言ってくれてるんだよね。君よし、その、俺は、私も、好き。東道くんのことが、大好きです。それじゃ、その、付き合ってくれますか？私と。もちろん！俺、絶対大切にする！君吉のこと、誰よりも！ありがとう。うまくやってるかな？やってるさ。私は何の心配もしてない。初めて紹介した時から夏美、あきらちゃんを見る目が違ってたもんね。だけど自信がなくて私たちにも言えずにいたって感じだったし。気を回しすぎなんだよ。まあそれがあの子のいいところなんだけどさ。それにしてもアキラちゃんも好きだって考えないのが夏美らしいよね。他のことには気を使いすぎるくらいなのに、自分のことには疎いっていうか。あとはタイミングの問題だけだったのにさ。アキラの態度もバレバレだったしね。ねえ千里、本当に良かったの？何が？だからあんたの気持ち、あんただって本当は。うん、これで納得できたよ。もともとこれは私のわがままな賭けだったんだ。あの子か、アキラのどちらかが自分で相手に告白する。それができたら、私は黙って身を引くって。あんたにも以前、そう言ったでしょ？それは聞いた。でも結局、今日はアキラちゃんの後押しをしちゃったでしょ？それって、最初のルールと変わってるじゃない。だってさ、このまま黙っていたら間違いなく夏美、遅かれ早かれクラスの誰かに告られてたでしょ？
で、あの子の性格だと、きっと断りきれなくて付き合っちゃうのが目に見えてたし。千里？いや、なんでもない。一体どうしたの？なんであなた急に。勝手だと自分でも思うよ。そんなこと分かってるんだ。ん？ただ一つだけ自信がある。私はこの選択を絶対に後悔しない。夏美にアキラを紹介したこと、二人がうまくいくように今回口出ししたこと、全部ね。私にしては珍しくベストな選択だったと思ってるよ。千里。とりあえず、これでゲームセット。まあ、大方の予想通り本命が勝って、大番狂わせは何も起こらず終了。それでいいんだよ。そうね。落ち着くところに落ち着いて、結局これでよかったのよね。ごめんね、タマコ。あの子が以前、去年の秋だったかな、私たちに言ってくれたよね。私たちのこと本当に大好きだって。うん、覚えてるよ。千里ちゃん、タマコちゃん、ちょっと話聞いてくれる？どうしたの、夏美？なんかあった？夏美？今更変なこと言うけど、ごめんね。私本当に二人には感謝してるの。田舎から出てきた私にとっても優しくしてくれたり、気を使ってくれたりして、今日もこうやっていろんなところに連れて行ってくれて、楽しいお話をしてくれる。そんなの。けど、私、二人のために何にもできていない。話にもうまくついていけないし、楽しい場所や面白い話題も教わるだけで、私からは何も二人に教えてあげられない。それが私、申し訳なくて、ずっと悩んで。夏美。
そういえば。からと言って笑っちゃって。それはともかく、困ったことがあったら何でも言ってね。私たち力になるから。え？でも遠慮しないでよ。私たちこれから友達なんだからさ、仲良くやっていこうよね。いつもバカやって大騒ぎするけど、私とアキラちゃん以外の子に構うってことあんまりなかったよね。それが一体どうしたの？ん？まあなんとなくね。ねえ、夏美？ん？あ、私だってあんたに感謝してるよ。私のわがままにいつも付き合ってくれてさ。千里ちゃん、私ってほら結構というか、かなり思い込み激しくて、自分がいいなって思ったことを相手の気持ち考えずに口走ったり押し付けたりしちゃうんだよ。タマコにも時々そのことでよく注意されるくらいだし。そうね、それは否定しないわ。おまけに秋っぽくて勢い任せ、そんなわがままな暴走癖のある子だから、千里って今まであまり特定の誰かに構うことがなかったの。あるいは相手がうんざりして向こうから離れていくとかかな。だから私、夏美を仲間に入れて連れ回そうとこの子が言い出した時はちょっと驚いたのよ。どんな気の迷いだってね。そうなの？
でも最近その理由が分かったような気がする。夏美は多分自分では気づいていないと思うけど、あなたってとってもいい子なのよ。どんなに違う価値観でも苦手なことでもなんとか自分に合わせよう、理解しようとしてくれる。時には勘違いで私たちの求めるものとは多少ずれていることもあるけど、一生懸命答えようとしてくれる。それってやっぱり嬉しいんだよね。嬉しい。そう。確かに、なんでこんなこと知らないんだ?と思う時もあるけど、それって私たちにとっては当然でも、夏美にとってはそうでないことなんだよね。それでも、夏美はまず私たちの気持ちを考えて、受け止めて、理解しようとしてくれる。今も、私たちの友達として、どうしたらいいのかって、真剣に考えてくれている。だから私たちだって、そういうあなたに、ありがとうって思ってるんだよ。たまこちゃん。ただ、そう言われてみれば、あんたをそんな風に悩ませてたってことに、私は気づいてなかった。調子に乗ってあんたに甘えすぎて、ひょっとしたら我慢をさせちゃうこともあったかもしれない。ごめんね。そんなこと、私の方がずっと二人に甘えていっぱい気を使ってもらってた。なのに私は。ああ、違う違う。そういう意味じゃないよ。あんたも思ったこと、感じたことを素直にぶつけてもいいんだよって、そう言いたかったんだ。だってそうじゃなきゃ、私ばっかりいい思いして、すごく不公平でしょ?不公平?うん、不公平だよ。だからこれからは行き過ぎって感じたらはっきり言ってほしいな。それが遠慮なのか本当に嫌なのかの区別はまだうまくできないかもしれない。でもあんたの期待に少しは応えられるよう頑張ってみるからさ。千里ちゃん、でも二人にそんな。いいのよ。私たちも夏美の優しい気持ち今の言葉でよく分かったから。だから今度は私たちもあなた自身の都合と価値観受け止められるようになりたいの。確かに最初はあなたがそうだったように何度か戸惑ったりするかもしれない。だけど私もあなたのように受け止めて理解できるようになってみせるから。たまこちゃん、だから私だけでもあんただけでもない、三人で共通したルールを作ってこうよ。お互いにとって居心地のいい世界のためにね。それで盛大に迷惑をかけ合って持ちつ持たれつで楽しくやっていきたいんだ。だって私たち友達なんだからさ。千里ちゃん、たまこちゃん、これからもお互い嫌なことがあったら何でも相談し合おうよ。お互いの行き過ぎとか
間違いとかも思い切って言い合おう。そりゃちょっといい気分しないこともあるかもしれないけど、やっぱり言ってもらえる存在は貴重なんだって私は信じる。そうやっていけば私たちもっともっと仲良くなれる気がするよ。そうそう。まあもしこいつに直接言いにくいときは私をうまく使ってくれればいいから、夏美が伝えるよりもより効果的に、そしてより致命的に反省させてやるからね。ちょっとタマさんや、なんで私がミスること前提で話をしてるんだ。お互いにって言ったでしょ。だって事実だから。あんだと、この美味しいとこ取りやろありがとう二人とも。私二人のこと大好き。好きだなんて面と向かって言われたの実は初めてでさ、すごく照れくさくてむずがゆくて、でも嬉しかったんだ。千里、だから私はそう言ってくれたあの子の幸せのためなら心の底から真摯に努力ができる。出会った頃は確かに香りの代わりみたいな気持ちだった。でも今は違う。あの子は私の友達。大切な大切な親友なんだ。あんたの気持ちはわかんないけど、間違いなく私はそう思ってる。おいこら、私を差し置いて盛り上がるな。私だって同じ気持ちだっての。Thank you.